エンプレス・オブ・アイルランドは、カナダ・イギリス艦を就航していた、オーシャンライナー。1914年5月29日に、ノルウェーの石炭船、ストールスタッドと衝突し、わずか14分間で、セントローレンス川に沈没した。事故当時1477名を乗せており、乗客840名、乗員172名の、計戦12名の命が失われた。死者数は、 カナダの海難事故としては最大級のものである。エンプレス・オブ・アイルランドは、スコットランドのガバンにある、フェアフィールド・シップ・ビルディング・アンド・エンジニアリング・カンパニーで建造され、1906年に浸水した。姉妹船のエンプレス・オブ・ブリテンと共に、カナダ・太平洋鉄道が経営するカナダ・太平洋、汽船会社の実地領カナダのケベックとイギリスのリバプールを結ぶ。 大西洋航路に収益した。事故は96回目の航海中に起こった。沈没船はダイバーでも、捜索可能な水深に40メートルに沈んでいる。多くの遺物が回収され、そのうちいくつかは、ケベック州のリムースキにある、ポアント・オペール海事史博物館のエンプレス・オブ・アイルランド展示館に展示されている。エンプレス・オブ・アイルランドが沈んでいる区域は、カナダ政府により、 国定史跡に指定されている。エンプレス・オブ・アイルランドの事故に関する多くの書物が出版され、テレビ映画も制作されている。2012年1月、ノルウェーのラジオ放送局、NRKP にはドキュメンタリーを放送した。エンプレス・オブ・アイルランドは、フランシス・エルガーによって設計され、スコットランドのグラスゴー近くにある、フェアフィールド・シップビルディングエンジニアリング。 カンパニーで建造された。総トン数14,191トンのこの船は37万5,000ポンドの固定価格契約が結ばれ、契約から18ヶ月でカナダ太平洋鉄道に引き渡される予定であった。船体番号は443が与えられ、姉妹船エンプレス・オブ・ブリテンと共に建造された。全長167メートル、全幅20メートルであり、 二本の煙突と二本のマストを持ち二軸推進で平均速度は18ノットである。設計では定員は1580名で1等級の乗客は船体中央に310名、2等級は船尾方向に470名、3等級浸水した時点では1等級310名、2等級468名、3等級494名、 4等級270名と373名の乗組員の1915名を乗せていた。また、1912年に起こったタイタニックの事故を受け、安全性にも力を入れている。救命ボートは40層、救命部位が24個、子供用150着を含む2212着のライフジャケットが用意されていた。 エンプレス・オブ・アイルランドは1906年1月26日に浸水し、リバプールからモントリオールまでの処女公開を行い、信頼性と高速性を証明した。この船は、姉妹船と共にケベックとイングランドを結ぶ北、大西洋横断航路に収益した。カナダ太平洋鉄道の大陸横断鉄道と太陽航路線は、会社が宣言する世界最高の交通システムの一部であった。 1909年10月14日には、セントローレンス川の北端付近で沈没船、または岩礁にぶつかっている。最後の船長、ヘンリー・ケンドール1914年5月28日16時30分、エンプレス・オブ・アイルランドは、リバプールに向けて、ケベックシティを、乗員、乗客1477名を乗せ出発した。 ヘンリー・ジョージ・ケンドールは月初めに船長に就任したところでエンプレス・オブ・アイルランドの船長としてセント・ローレンス川を下るのは初めてであった。翌5月29日1時20分頃、リムースキ近くのポアントをペールまで進み、水船人を下船させた。その後1時30分頃指定された航路に向かって航海を再開し、1時40分頃到着が、 ウゲン選手方向1 3トルにノルウェーの石炭線ストールスタッドのマスト島を確認した。同様にストールスタッドも西方やや南にエンプレスオブアイルランドのマスト島を確認した。死人時点では天候は晴れ渡っていたがすぐに危険な霧が辺りに立ち込めた。現地時間2時頃、両船は無敵を繰り返し鳴らしていたにもかかわらず、 ストールスタッドの選手がエンプレス・オブ・アイルランドの右舷に衝突した。衝突後のストールスタッド。選手の損傷がわかる。ストールスタッドは沈まなかったが、エンプレス・オブ・アイルランドは右舷に深刻な損傷を受け、急速に傾いていった。下部の甲板にいたものは、乗員も乗客も水面からわずかに上にある、開け放たれた幻想から浸水したため、 ほとんどがすぐに溺死してしまった。上部の船室にいた者は衝突で目を覚まし、直ちに準備された救命ボートに乗り込んだ。しかし、衝突から数分以内に船は大きく傾き、すでに離れていたごく少数を除いて、救命ボートを出すことは不可能になってしまった。衝突から10分から11分で、船は右舷側に急激に傾き横倒しになってしまった。 そして衝突から14分後、船尾が持ち上がったかと思うと、船体は沈み始め、左舷に残されていた乗客を一ってつく川に放り込み、水中に消えていった。この事故での死亡者は1012名を記録した。当時の新聞によれば、事故の原因について、お互いに相手に過失があったと主張している。両方の船長の証言が正しいのならば、 衝突は両戦とも機関を停止し制止した状態で衝突したことになる。後の調査委員会の証言では、ストールスタッド側は、左限対左限で通過しようとしていたと話し、エンプレスオブ、アイルランド側は、右限対右限ですれ違おうとしたと証言しているが、これらは両立するものではない。多くの人命が失われたが、それには3つの要因がある。ストールスタッドが衝突した場所、 水密扉を閉めることに失敗したこと、原則の戦争を閉めていなかったことである。生存者の証言では、窮屈で換気の悪い個室に、新鮮な空気を取り入れるため、ほとんどすべての戦争が開け放たれていたという。乗客、乗員の生存者数、死亡者数について確かな数字は、自己調査までは確定しなかった。これは、乗客名簿に記載された名前と生存者からの、 情報に不一致が見られたためだった。結果として、初期の報道では、不正確な数字が記載された。小型船から引き上げられる子供のひつエンプレスオブ、アイルランドからの SOS をポワントオペールの無線局が受け取ると、無線通信士は、直ちにそれを、カナダ自治政府の小型船ユリーカと、レディー・イブリンに伝えた。ユリーカは2時25分頃現場に一番乗りし、 いくつかの遺体の回収と救命ボートに乗った生存者を救助し、ポアントオペールに帰還したが、医療設備の整ったリムース機に向かうよう要請された。レディー・イブリンは4時頃に到着し多くの生存者を救助した。船長のケンドールは衝突時ブリッジに降り救命ボートの準備を指示していた。船が傾くと彼はブリッジから水の中に放り出された。 彼もまたレディー・イブリンに救助され、救助活動を指揮している。ストールスタッドも損傷を受けていたがケベックには自力で到達できた。最終的に生存者は465名であった。ほとんどの乗客は事故当時就寝しており、客室で溺死したものも多かった。特に衝突の起こった右舷側では店長だった。 最後の生存者は1995年5月15日、87歳で誕生日の前日に亡くなっている。1914年6月16日に、ケベックで事故調査委員会が開かれ、関係者からの聴取が11日間行われた。委員会は、船舶法の下、カナダの海洋水産大臣に指名された3名であった。会議を主催するのは、マージー卿で、 他の2名が補佐に当たった。マージー・卿は前年の会場における人命の安全のための国際条約においても会議に参加し、タイタニックの事故調査委員会でもトップを務めた人物である。なお、翌年にはルシタニアの事故調査委員会も主催している。最初の20の質問はカナダ自治政府が作成したもので以下のような内容であった。 エンプレスオブアイルランドの乗員は不足していなかったかお互いの投下を確認した後、霧が立ち込め等価は見えなくなった規則にのっとり、無敵やサイレンを鳴らして、航路を知らせあったか見張り、要因に適正な人材を確保していたか多くの人命が失われた原因は、船長や一等航海士の違法行為、または職務怠慢によるものかなどである。 委員会は全部で61名の証人から証言を聞いている。エンプレスオブアイルランドからは船長を含む24名の乗組員、ストールスタッドからはこちらも船長を含む12名の乗組員から証言を得ている。5名のエンプレスオブアイルランドの乗客、ダイバー2名、ポアントオペールの通信局にいた、マルコー2社の無線通信士2名、造船技師2名、 ケベックの校長、その他事故に関与した船の乗組員などが証人として呼ばれている。対立する証言事故について二つの異なった証言が得られている。ポアントオペールで水船人を下ろした後、全速力で内容を目指した。少し経って右舷船首方向をおよそ 10km にストールスタッドのマスト島が見えた。この時点では天候は快晴であった。 しばらくした後、エンプレス・オブ・アイルランドは川を下る進路を取った。この時点ではまだ、ストールスタットのマスト島は7、8キロメートル先に見えていた。そして船長は、右舷対右舷で通過しようと考え、そこに衝突の危険性はないものと判断した。しかし霧が立ち込めてくると、ストールスタットの右舷にある緑の航海島は、うっすらとしか見えなくなってきた。 エンプレス・オブ・アイルランドは川の流れに逆らうため全速行進をしてその場にとどまり合図として短い汽笛を3度鳴らした。約1分後、ストール・スタッドの高海塔は霧に包まれ完全に見えなくなった。その後、ストール・スタッドとさらに汽笛を交わし合った後、エンプレス・オブ・アイルランドのほぼ右側100フィートに高速で進んでくるマスト塔が見えた。 衝突を回避あるいは最小限に食い止めようと、全速前進を命じたが、時すでに遅く、船体中央にストールスタッドが衝突した。船長は衝突の原因は、ストールスタッドにあると明言した。事故後にストールスタッドの船長に最初に言った有名な言葉は、私の船を沈めたな。であった。エンプレスオブアイルランドのマスト島は、最初、左舷方向六。 7回で先に見えた。その時は、ストールスタットの右辺方向に進行していたという。数分後、エンプレス・オブ・アイルランドの右辺側の塔下が5から 8km 先に見え、その後エンプレス・オブ・アイルランドは進行方向を変えた。エンプレス・オブ・アイルランドの原頭は、右辺側の緑塔も、左辺側の石塔も見えるようになった。さらに右辺への転打を続け、緑塔が見えなくなり、 石頭だけが見えるようになった。これは数分後に霧に隠されてしまうまで確認できた。この時点ではエンプレスオブアイルランドはおよそ3キロメートル先にあり、その時ストールスタッドを相関していた一等航海士は十分な空間があったため左限対左限で通過することにしたのだろうと判断した。奇跡を交わし合い、ストールスタッドは速度を落とし、 キャビンで就寝中だった船長のアンダーソンをブリッジに呼んだ。彼がブリッジに到着すると、ストールスタッドの進路に交差するように緑色のマスト島が進んでくるのが見えた。全速行進を命じたが、すぐに船は衝突した。氷結すべての承認からの聴取が終わると、調査委員会は責められるべきは誰か、すなわち霧の中心路を変えたのはどちらかについて述べた。彼らは、 ストールスタッドが進路を変え、衝突を引き起こしたことに、議論の余地はないとした。特に一等航海士は、霧の中判断を誤り、さらに霧が発生した際に船長を呼ばなかったことを、非難された。公式な調査が終わった後、ストールスタッド船長のアンダーソンは、マージ教を非難し、衝突の責任を、ストールスタッドにあるとしたことは、愚かであると述べた。 またカナダ太平洋鉄道に対し差し止め請求を行うつもりだと述べた。カナダ太平洋鉄道はストールスタッドの所有者である英会クリベネス &COO に対し200万ドルの賠償を勝ち取っている。また英会クリベネス &COO はエンプレスオブアイルランドに過失と高校において怠慢があったとしてカナダ太平洋鉄道に対し5万ドルの賠償請求を行っている。 債務を支払うことができなくなった英会クリベネスワンド CEO はストールスタッドを17万5千ドルで売却している。2005年にカナダのテレビ映画ザラストボエジオブザエンプレスが放映された。歴史的な資料や再現モデル、水中調査などをもとに再検証を行う番組であった。この番組では事故の主要な原因は霧によるものだが、 ケンドール船長がそれを悪化させたとしている。船長は会社が売りにしていた速度を追求するため安全な手順を踏まなかったとみている。速度を維持したままストールスタッドを最短進路で通過するため、右弦対右弦で通過しようとしていた元の進路に戻ろうとケンドール船長は考えた。ケンドール船長は霧の中でまず右辺に点出した。この相関により、 ストールスタッドの船長アンダーソンからは、エンプレス・オブ・アイルランドの言動が両側とも見えた。このことから、エンプレス・オブ・アイルランドは、ストールスタッドを以前とは、反対側、左辺で通過しようとしていると考えられ、彼は、衝突を避けるため右辺に点打した。しかし、エンプレス・オブ・アイルランドは、最短振動とローと左辺への点打を続けており、衝突が起こったとしている。番組では、 両線は霧の立ち込める状態の中、踏みとどまることができなかったことが原因であったと結論付けている。エンプレス・オブ・アイルランドが震度を逸れるのを見て、ストールスタッドも逸れてしまったが、両線ともに震度を維持すべきであったとしている。番組の水槽を使った再現では、エンプレス・オブ・アイルランドは衝突時に静止していなかったことが明らかになった。 また水中調査で船の電報を確認した結果、水密扉を閉めるように指示したという船長の主張は、おそらく本当ではないことも、明らかになった。エンプレス・オブ・エンパイアの悲劇は2年前に起こった、タイタニックの時ほど注目を集めたわけではなかったが、それでも、選手構造の変化をもたらした。当時普及し、ストールスタッドも採用していた、船底側がせり出した逆勾配の選手は、 船同士の衝突が起こった際に、喫水船以下の部分に、とてつもない損傷を与えた。ストールスタッドの選手はあたかも鋭い刃物のようで、あった。この経験から船の設計者は、傾斜選手を採用するようになっていった。これは、選手が衝突時に与える影響が、喫水船上のみとなり、水面下の損傷を最小化できた。ごく短時間での沈没は二十世紀の、 造船技術者にも影響を与えた。例として、石炭庫と客室を隔てる縦通隔壁の不採用などが挙げられる。たとえ水密性が完全でなかったとしても、縦通隔壁の存在はそこに浸水した水を閉じ込めてしまう。そして仕切られた空間が水で満たされると、船はバランスを失って傾き、結果として戦争からも浸水するようになり、 最終的に船を転覆させ沈めてしまう。当時の技術者はエンプレス・オブ・アイルランドのあまりにも短い時間での沈没渡鉄通壁が衝突時には危険な働きをしたからだと述べている。事故から少し後にエンプレス・オブ・アイルランドの引き上げが開始され遺体や貴重品が回収された。セントローレンス川は視界が悪く流れも急であり、 作業中に一人の潜水婦が亡くなっている。彼はおそらくエンプレス・オブ・アイルランドの船体から足を滑らせ、川底に落ちたのではないかと見られている。命綱で引き上げられたものの意識不明の状態で、蘇生を試みるも意識が戻ることはなかった。回収を安全に行えるように船体に穴が開けられ、郵便袋318袋と212本の銀杯が回収された。 1>, 1ヶ月後には第一次大戦が始まり、エンプレスオブアイルランドはその後50年間忘れ去られた。1964年にカナダのダイバーが潜り、船から新中製の豪商を回収している。1970年代に入ると別のグループがマルコーニ製の無線電信機器のパーツや新中製の戦争、羅針板などを回収している。 タイタニックやドイツの戦艦ビスマルクを発見したことで、またトレジャーハンターによって遺骨に残されていた宝飾品が持ち去られていることにも気づいた。ケベック州では沈没船に対し具体的な保護は存在していなかった。しかし1999年に歴史的な重要性を認められ、ケベック州の文化遺産に関する法律のもとに保護され、 カナダ国定史跡に指定されることとなった。水中の区域が文化遺産に指定されるのはケベック州では初めてのことであった。エンプレス・オブ・アイルランドはタイタニックなどと違い、比較的浅い40メートルという深さに沈んでいるため、この保護は重要なことであった。熟練したダイバーなら潜ることが可能な深度ではあるが、水温が低く、流れも強く、視認性も悪いため、 ダイバーにとって危険な地域である。2009年までに6名のダイバーが命を落としている。リムースキのサンジェルマン墓地の慰霊碑いくつもの慰霊碑が混流された。特にカナダ太平洋鉄道はこの惨劇による死者を埋葬した場所にいくつもの慰霊碑を建てた。リムースキには2つの慰霊碑が建っている。1つはリムースキとポアントオペール間の海岸沿いの道路に建てられ、 亡くなった88名のために建てられている。20名の名前が刻まれているが、それ以外の68名に関しては、生命不明となっている。もう一つは、リムースキにあるサンジェルマン墓地に建てられており、7名を慰霊し、そのうち4名の名前が刻まれている。カナダ太平洋鉄道は、ケベックにも慰霊碑を建てている。エンプレス・オブ・アイルランドには、ロンドンで開催される。 国際会議に出席するため、167名の救世軍のメンバーが乗っていたが、26名を除いて死亡している。救世軍はマウントプレザント墓地に慰霊碑を建てている。慰霊碑には、1914年5月29日、金曜日仏業にエンプレスオブアイルランドで、昇天された救世軍の将兵167名を慰霊してと、刻まれ、毎年追悼式が行われている。 ポアント・オペール海事史博物館は2014年5月29日の事故100周年を記念し、事故の悲劇を後世に伝えるためのメモリアルサイトを開設した。エンプレス・オブ・アイルランドには船猫のエミーが飼われていた。船猫は幸運をもたらし、沈没から船を遠ざける働きがあると信じられていた。このチャトラの猫は航海時には常に船に乗っていた。 しかし、最後の航海の直前に、繰り返し船から降りようとしていた。乗組員はエミーをなだめることができず、エンプレスオブアイルランドはエミーを乗せずに出港した。エミーは27番桟橋にある小屋の屋根に座り、ケベックを離れる船を見ていたという。その場所は後に遺体が引き揚げられた場所であった。エンプレスオブ、アイルランド沈没事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。